ゲームボーイアドバンス SP は、任天堂が2003年2月14日に発売した携帯型ゲーム機、ゲームボーイアドバンスの上位機種として位置付けられている。ゴバスプと略記される。ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイミクロと同様に、すでに生産終了となっており、本体の公式修理サポートも終了している。閉じた状態本体を折りたたみ型として携帯性と、 液晶保護性能を高めたほか、液晶がフロントライト付き反射型 TFT カラー液晶となり、周囲が暗いところでも画面が見やすくなった。なお、この折りたたみ式デザインにより2003年度のグッドデザイン賞を受賞している。このデザインは過去にゲームウォッチのマルチスクリーンでも同様のものが採用されており、後に発売された n i n t e n DS をはじめとする携帯ゲーム機に、 受け継がれている。電源は内蔵のリチウムイオン二次電池のみとなっている。取扱説明書に交換方法が記載されており、リチウムイオン電池は、任天堂公式サイト及び任天堂から直接、交換部品として購入することができる。約3時間の充電で、通常は10時間、フロントライトを切ると18時間の稼働が可能である。ゲームボーイシリーズとしては乾電池ではなく、 初めて充電式の二次電池が採用されたハードである。フロントライトは初期型ゲームボーイアドバンスでは消費電力の問題を解決できず見送られたが、この頃より爆発的な普及を見せ始めた携帯電話の影響で二次電池の性能が飛躍的に向上。カラー画面でフロントライト使用時の消費電力に耐えうるものが登場したため搭載が実現した。このため、 シリーズ機の中で重量は最も重い。ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンスのゲームがプレイ可能。ただし、カートリッジスロットが下方向から刺す形に変更されているため、コロコロカービィ等のゲームボーイカラーの傾きセンサー内蔵カートリッジを使用したゲームについては正常なプレイが期待できない。ゲームボーイアドバンス用ソフトで傾きセンサーを使用している。 コロコロパズルハッピーパネッチュ。では、オプション画面で特定のコマンドを入れることにより対応化。なお、これが販売された後に発売されたヨッシーの万有引力はゲーム起動時に本体がどちらであるかを指定、回るメイドインワリオは本体の回転を検知するタイプのセンサーのため完全対応である。また、カード E リーダープラスの使用時は通信ケーブルは リーダーの通信ポートではなく本体の通信ポートにケーブルを接続する必要がある。なお、この機種以降に、同社から発売された携帯型ゲーム機にゲームボーイ、ゲームボーイカラーソフト対応のハードは登場しておらず、2019年現在、ゲームボーイ、ゲームボーイカラーソフトに対応した最後の機種である。ヘッドホン端子が削除された。拡張コネクタは2つに増えており、 新設のコネクタに別売りの変換プラグを使用することでヘッドホンを使用することが可能。なお、この端子は付属の ACE アダプタと兼用である。ゲームボーイアドバンスからある端子も引き続き存在する。ちなみに、ゲームキューブとの通信や無線通信使用時には、GBA ケーブルおよびワイヤレスアダプタにより、コネクタが隠されてしまうため、ヘッドホンや ACE アダプタは使用できない。 限定色が多く、それらの出来栄えも従来のゲームボーイシリーズに比べ高かったために限定色や海外のみで発売されていたカラーが時折中古市場やジャンクショップにプレミア価格で並んでいることもある。日本でゲームボーイミクロが発売された頃、米国では画面がバックライト液晶に改良されたものが出荷されている。明るさは任天堂 DS 以上で、 ゲームボーイミクロと同等となった上、前述の色味の変化も解消されたため、旧型に比べ非常に見やすいとされている。しかし、ディスプレイのリフレッシュレートが低く、ややちらつきが気になることと液晶の発色が濃い目で、派手めのセッティングになっていると言われている。カラーは、グラファイトとパールブルーの2つのカラーで販売されており、それらには箱に、ナウウィズ、A ブライターバックライトスクリーン、 と書かれているために容易に判別が可能となっている。バックライトの明るさは2段階で、暗めの設定にした場合、約13時間使用可能。2009年6月現在、生産は終了している。ヘッドホン変換プラグプレイヤーとゲームボーイアドバンス SP を接続した状態以下のリストは、ゲームボーイアドバンス SP 用として発売されているもの。その他、 カードインリーダーや通信ケーブルなど、電源系統以外のゲームボーイアドバンス用、周辺機器も、使用可能。http://www.nintendo.co.jp:/ir//library/historical data.pdf: 感謝リレイテッドセールス 1109pdf Nintendo 株式。 会社連結販売実績数量の推移2011年11月20日、閲覧 ABCDMBMUC、懐かし、ゲームボーイパーフェクトガイド、6ページから7ページ、AGS-001 は2004年9月16日に、価格改定、発売当時は12,500円。ありがとうございます。